今日は校舎に組まれた足場での戦闘訓練を行う。前に校舎を壊した訓練と似てるね。じゃあまた同じ結果になるんじゃねえの？俺はお前たちを信じている。しかしそれでもあえて言っておく。この訓練で一番大事なことは絶対に校舎を傷つけ、よし張り切っていくってばさ。2チーム同時にスタートして下から上に駆け上がる。1人でも先に上に着いたチームの勝ちだ。相手への妨害も許可する。先生。ああ、なんとかな。どうしてこの訓練をすることになったんですか？お前たちが校舎を壊したことがトラウマにならないよう、今度は成功体験を与えるようにという校長の配慮だ。私たち別にトラウマになんてなってないんですけど。油目先生。家計すみれが？ん？すまないが、これを頼む。先生！行けデブ！動けるデブ！うん？よーメタル、みんな見てるぞ。嘘だろ。ちょちょ、先に行け。デブの底力を見せつけてやれ。ふう、動けるデブ最強だし。まだ行くよ。ミツキ、こいつら大したことねえぞ。確かにそうだね。それは使い方によるでしょ。なるほどね、そういうことだ。どうだ、ボルトに負けてねえだろ。ミツキ、この状況じゃ勝ちはねえぞ。やっぱこいつら敵に回すと厄介だってばさ。ねえボルト、僕も新しい選択肢ってやつ試していいかな？いいいい、何でも試しまえ。しまった。ここかな。何言ってるの？ああ、みんながいつもやってることじゃないか。それにボルトは僕がやろうとしていたことに気がついてくれたよ。バカが二人に増えちゃったよ。どうだシロ先生。あれ、サラダ先生は？わかんない、急に委員長がどうとか言ってどこかに行っちゃったから。先生、みんな、ただいま。スミレ、スミレ、委員長。お、ちょっと待って、みんな。あれ委員長、いつものやつは？ありえない選択肢を選んだやつがもう一人いたようだな。
んでこっち見るんだよ。何もしてねえだろ。